久保さん、今回、行動の項にしましょうか。なんかね、勝間和代さんがね、先月かな、動け、動け、動けっていう動画をねタイトルで作って、とりあえず動けみたいな、ね、動画で撮ってるんですけど、勝間和代さんって、何歳なんですかねそのジェネ。ロスジェネスカ何歳だ。今、53歳ですね。久保さんより 3つななのかなロスジェネ世代じゃないですかどうですか動け動けって言ってますよ <laughs> 動け動けっつってねあの22時間前の YouTube があのやった後悔はやらない後悔より100倍増し量は量の後に質はついてくる4時間前勝間和代さんまあまあ動画更新結構してますね かつ結構これあれですねまあまあ更新頻度高いっすね勝間和代さんもうんそうでもねもう勝間和代さんの YouTube のねちょっと動画見れないんですけど <laughs> なんかなんかね何なん,なんだろうなんかまあ昔なんかちょっとテレビで話してた時の勝間和代さんとちょっと違くてな何つかね なんかちょっと洗脳されてるっていうかなんかねなんかちょっとなんかちょっと言葉で言いやわらしやすい悪いんですけどなんかねなんか作ってるというかなんか言わされてるというかなんかねなんかこうちょっと入ってこないというか。 なんか自然じゃないんですよ、ね、まあこれをまあこの動画をずっと見続けてたらこの,はこのトークというかこのあれが自然に聞こえてくるのか分かんないけどなんかちょっとなんか無理やりなんか喋ってる感がなんかあるというか <laughs> そうまあすいませんあのあ動画あんま見てないですけど <laughs>、うん、でもまあタイトルはそのそその通りだなと思ってね まあね、アクティブにやってますし、まあ、年齢的にも、あの、ね、久保さんより参考上なんで、女子、え女子、ジェ、ジェ、なんとか、ジェネレーションでも、まあ、結局やってるんですよね。うんだらやらないと何も始まらないと思うんですけどね。あそうそうそう、久保さん。ちょあ、勝間和恵さんと一緒じゃんそう。今さっきね、ちょっと対談したんですよ、模擬対談。 で、53歳なんですよ、今。だから、あのー、カズさんと一緒ですよ、ね、年齢ね。そう、53歳の方と音声対談取りまして、収録してたんですけど、今日。で、あの、この前ね、商品販売して30万売り上げ今作ってるんですよ。で、その、まあ、結果出てたんで、まあ、音声対談して,してたんですけど、そうチャネ、YouTube のチャンネル登録は2万人超えてるんですね。で、この前、しかもね、 すすごいですよだからその僕はすごいなと思ったのがなんかその、まあ、フラワーアレンジメントやってるんですよ。でフラワーアレンジメントの YouTube チャンネルでこう発信しててで、まあ、顔を出してないくてフラワーアレンジメントの,このやり方みたいなね100均で買ってきたなんちゃらとかいろいろやってるんですけどで、ね、この前。コマ30秒のなんか フラワーアレンジメントの講座やりますっていう YouTube でさらっとね30秒の宣伝をやってでその YouTube の宣伝の下に LP をのセールスページを載せてるだけなんですよでそれで売れたんですよすごいっすねみたいなコマ30秒の <laughs> そのやりますっていう動画でまあセールセレターをねめっちゃ作り込んで頑張って作ったんです作ってたんですけどでもそれでもねコマ30秒の動画で告知して LINE で流してないみたいなね でもあのその後、LINE で流したらしいんですけど、一番最初の案内は LINE で流してなかったらしくて、すごいなって,言って、ね、思いましたけどね。<laughs> でも、あのー、単価がね、8万とか9万なんですよ。で、それをコマ30秒で売れたのかみたいなね。<laughs> うん。まあ、だからやってみないと分かんないですよね。フラワー、なんか儲かる話じゃないですよ。フラワーアレンジメントです。の講座です。 だからね、やればいいのになぁと思いますよね。まあ、その方はやったんで、ね、まあ、いろんなまあマインドブロックはあるって言うまあ、音声対談でもいろんなマインドブロックがあって、まあ、吉永さん、動画見てみたいな言っていただきましたけど、まあ、でもね、やっただけですからね。うん。まあ、動けと、行動しろと、行動しろ行動しろっていうね、そう。うーん カズマカズヨさんもだいぶマニアック。ちょっと、ちょっと動画聞いてみようかな。うん、ちょっとね、あんま、僕喋り方がね、ちょっとなんか <laughs> な、なすいません、申し訳ないんですけど、なんかね、前にテレビ番組でちょっと見たようなことが記憶あるんだけど、なんですかね、なんか、なんかね、かなり昔なんだけども、これも YouTube で、これは見たんですよ、なんか、なんだっけな。 超昔ですよ、超昔なんだけども、その、勝間和代さんと、あの、ひろゆきさんがバトってるやつがあるんですよ。でも、あのひろゆきさんがめちゃめちゃボロクソにぶち抜いてるんですよ。で、勝間和代さんが <laughs>、なんかこう、言えなくなってくるってやつがあるんですけど、なんか、その感じの勝間さんのしゃべりじゃないんですよね、YouTube。なんか。 まあ逆に言うとこっちが本物でまあテレビ側で出てる勝間和代さんがまああれなのかも分かんないですけどうん、はい、まあとりあえずやったもん勝ちですいってらっしゃい。